えー、お疲れ様です。えっ、ー、と、キャプテン翔太ーーです。時刻は、えー、9月17日の2時42分です。えっ、ー、と、昨日の動画についてちょっと謝らなきゃいけないことがあったのでちょっと動画を回してます。えー、昨日の動画のせいでちょっと結構結構混乱を招いてしまったのでちょっと いくつか説明させてください。はい。えっ、ー、と、昨日配信していたらな、もうたくさんコメントが来て、誰ですか、誰ですか、誰ですかって。で、僕はあえて、あえてね、あえて、えっ、ー、と、誰だかは明言せずに、えっ、ー、と、動画を終わらしまして、ちょっと、あの、この動画、 僕見てもきっとわかんないと思うので、前回の動画見てない人は先に見ていてください。その見た上で、残しとくので、見た上で見に来てください。えっ、ー、と、で、話戻します。あのー、結構、えーと、誰ですか、誰ですかってコメントが来て、えっ、ー、と、あえて僕は明言しませんでした。えっ、ー、と、誰かわかってほしくないのと、えっ、ー、と、結構、何て言うんだろう。 あるるちょっっとは混乱を招きたかったか自分もいるんですよ誰だ誰だ誰だだだみたいなけどだけど,だけどあの視聴者だけじゃなくあの一部の実況者が早とちりをしてしまって自分なんじゃないか自分なんじゃないかとちょっとメンヘラになっていた実況者が何人かいたので <laughs>、えっと、まず言わせてもらうと君たちじゃないです落ち着いてください。 興奮あまり興奮しないでください。大丈夫です。で、あのー、ちょっとね、勘違いしている実況者が何人もいたので、ちょっとその人たちに向けて、ちょっと一回落ち着けっていうのを伝えたい動画です。うん。まあ、そんなもんかな。じゃいや。 いや、それだけじゃないですね。正直に言いますと、そうだね、正直、あの、ごめんなさい、それだけじゃないです。えっ、ー、と、正直に言いますと、昨日、昨日配信をしていたとき、あの、その、僕の嫌いな人の、 きっとファンかなファンの方が僕の配信に来てその嫌な人は何々さんですかって、えー、とコメントをしてましたもちろん返さなかったんですけどコメントをしていてでその人があの配信中に僕が敵を倒したりすると「ナイス!」とか言うんですよ。それでなんか心が痛くなって。 そ,その人にもファンがいるんだなで俺は嫌いな実況者ができたみたいな感じで、ね、めっちゃ盛り上がると思って動画上げてるけどそんなやつ、まあ、そんなやつっていいますそんなこんなやつにもあんなやつかあんなやつにもファンはいるんだなとか思っちゃってああなんか俺がすごいちっぽけだなと思,思っちゃいました。あの 勘違いしている実況者がいるのでとかさっき言ったけどあんなんどうでもいいですどうでもいいですもうずっと勘違いしておいていいです自意識過剰だなと思いましたでも本当の理由はそれですねなんか誰にでもファンがいてなんか好きだ嫌いだって言って誰かが傷ついてんのかなと思っちゃいましただから 本当はそこですね。ごめんなさい。本当はそこが、謝り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 たくはないけどさ、なんだろう。なんか酸っぱい感情が出ちゃったので、出ちゃったので、今日はこれ、動画を回してます。あれが結構来ましたね。うん。勘違い実況者たちはどうでもいい。ずっとめーは、は見えてればいいと思うけど。 だから結論から言うと気持ち悪いななんだこいつとか思ってたけど嫌いではないっす嫌いな人やっぱり僕にはいません全員好きですうんフォートナイト界のマザー・テルサです僕は全員全員好きですですので、うん、全員好きは思ったわあの好きか無関心かですね嫌いな人はいません 嫌い,嫌いじゃないです。あの、昨日の配信でその人のファンが来て、なんか、あーとか、なんか、あーって思っちゃったから、嫌いな人はいません。撤回します。嫌いな人はいません。ど々見もいい人はたくさんいます。うざいやつもたくさんいます。好きなやつももちろんたくさんいます。でも、嫌いな人はいません。っていうのを、撤回したいなと思った動画です。うん。 まあ存分に、あの、僕、存分に誰だ誰だって盛り上がってもらっても構いません。うん。それは別にどうでもいいんです。ただ、なんか、自分が小さい人間に感じちゃったから、ちょっと、この動画上げてます。それだけ、まあ、もう、僕の自己満動画だと思ってください。ちょっとすっきりしました。ちょっとすっきりしました。ありがとうございます。じゃあ、一種の懺悔動画だと思ってください。じゃあね、みんな、愛してますよ。 みんなねバイバイ